なんか男の方って結構怖いイメージですか、なんか比叡山焼き打ちとかね、天台宗の総本とか比叡山、宗教勢力、その結構大きく財力も武士屈服して武装して独自の権力を持ってたとか、今で言えばオウム真理化みたいなね、そういう感じです。織田信長はね、そこの聖域を信仰して、信仰して、遠慮寺、一体火をガッチポーズだけで、このことを無慈悲で殲滅してしまったという、とんでもない逸話、やべえやつなんですかね。でもね、俺も、かっこいいとこあるんですよね。かっこいいとこといえばね、秀吉のね、信長の、一番の右腕だったね、秀吉がね、これねえねって言ったんですけど、彼女が信長になる日相談してらっしゃるんですよね。秀吉は結構女好きで、旦那がね、よく浮気ばっかするとね、信長に相談してらっしゃる。その時に言った一言なんですけど、お前ほどのいい女、猿にはもったいないわ。気持ちはわかるけども、武士の妻ならどっしり構えろって言ってらっしゃるんですよね。これ結構イケメンじゃないですか。やっぱ戦国世に生きる妻としてやはり、なんていうかな、浮気とか良くないんだけど、秀吉の妻ということでね、そこはそんでそこらが女じゃねえんだよお前はと、俺らみたいな、今で言えば天下統一した人間ですから、前澤社長の妻みたいな感じだと思うんですけど、かっこいいですよね、この人、イケメンだなっていうふうに思いましたね。